2018-19 ダブルリーグプレーオフセミクォーターファイナル、トヨタ紡織サンシャインラビッツ対シャンソン化粧品シャンソン V マジックの一戦。第1クォーター入り方いかがでしたか？いや、両チームとも非常に落ち着いて、自分たちのやること、または相手がそのなんていうか開けてるとこ、そのどうしても2人つかなきゃいけないかったりとか、そういったところをしっかり攻めている、またそのノーマークのシュートをきっちり決めるということで非常に落ち着いた入り方でしたね。どちらかにこう何か偏っているわけではなく、強いて言えば、トヨタ紡織がやっぱりファールが多い分、得点フリースローでの得点でシャンソン化粧品にリードされていたなというのはありますね。でも両チームとも何ですか、好プレーが見れて非常に締まった試合でしたよね。両チームのエースが、長部選手もそうですし本川選手もそうですしね、こういった非常に素晴らしい、得点だけがどうしてもこう何ですか、バスケットではねクローズアップされがちですけど、ディフェンスでもねガツガツといい感じのやつが見れたんでね、リピート放送を見れる方はね、ぜひそこにね注目して、さっきと違うところに注目して見ていただいたら非常に楽しいものになるんじゃないのかなというふうに思いますよ。第1クォーターに続いて第2クォーターも両チームこうレギュラーシーズンでの対戦成績が1勝1敗だということもあって、はい、まだちょっと探り合いの部分もありましたかね。そうですね、どちらかがギアを上げるわけでもなく、どちらともこうやることを淡々とこなしていた、そういった印象のある2クォーター目でしたね。ですがこの1クォーター2クォーターで谷村選手、のインサイド、そのトヨタ紡織がファールしてたっていうのもあるんですけど、インサイドで非常にこうチームを支えたというかチームの勢いになりましたよね。こうやって、アーリーエントリーの野口選手のプレーも見られましたし、はい、彼女ですね、あどけない表情で非常にこうなんて言ったらいいのか、バスケットを、パッと見はねただの可愛らしい高校上がりの子かなって思うんですけど、ボール持ってねコートに立てば非常に素晴らしいプレーを見せてくれる選手ですので、それは昨シーズン来シーズンにもね期待はしていきたいですね。はい、トヨタ紡織もこうやってしっかりと、そうですね、それぞれが仕事をしてですね、もう本当にこれもですねなかなか見れないシーンでしたけど、本川選手のこう、ね、ターンオーバーを誘っての得点でしたからね。さあ第2クォーターもシャンソンリードで終わりましたが、第3クォーター途中出場の川原選手が入ったことで、はい、やはりトヨタ紡織ちょっと勢いが生まれましたね。そうですね、バランスが良くなって攻撃に少し余裕が生まれましたよね。ですがそういったところでこう出してくるのってやっぱり本川選手だったりするんですよね。トヨタ紡織が最初のカードを切って川原選手を起用してっていうのになったらしたら、次は本川選手がギアを上げてチームとしての得点を増やしていく、ここでシャンソン化粧品走りましたもんね。本当にこう両チーム淡々とした試合運びから徐々にスピードが上がってギアが入ってきたっていうような後半の入りでしたよね。そうですね、ギアを上げながらもそうやって何ですか、そこで離されない強さがありましたよね。これ野間選手のスリーポイント2本連続ですけど、ここ8点差離れた、8点差まで離れた時なんですよね。スリーポイント2本で2点差まで詰めましたので、だね、これね谷村選手ね、少し後半はディフェンスのミスだったりとか続いて自分的にあんまり良くないとは思うんですけど、そういった強気のプレーも見せてくれましたし、またね本川選手だけに任せずにこういった小池選手がしっかり合わせて最後もなんていうんですか、4クォーターまで勝負をね伸ばしたというか、なんか勝負のところをもう一回作ったような感じですよね。そこの石川選手もなんていうか、多分こうあんまり慣れてなくて、そのルーキーというのもあって、チームとしてあんまり慣れてなくてっていうのもあったと思うんですけど、ミスもありましたけど、いいプレーもたくさん出てましたよね。はい、本当に、はい、石川愛選手のブロックで始まったクォーターでしたね。そうですね、でもねここでねまたこれ確かね、スリーポイントやられて、小池選手スリーポイントやられた後のスリーポイントなんですよね。それってこう追いかける方としてはもう何ですか、平常心に戻れるし、追いかけられてる方はちょっとイラッとするんですよね。なんかスリー入れたのに何でやスリーやれてんだよみたいな、でもそういったのって結局そういったその、なんか心理戦っていうのもあるんで、そういった部分でやっぱ野間選手のスリーポイントは非常に、この伊谷選手も何ていうんですか、意表をついたというか、なかなかね谷村選手ね、途中で4クォーターの途中で、ね、1回出ましたけど、そうこうなってくるとね、ここの通面ゲーム厳しいんですけど、本川選手ねしっかり決めてやってきますよね。はい、だからこの4クォーター目にはそのギア上げたのが2点あって、1つはこの本川
からのプレーなんですけど、これが生まれたのってシャンソン化粧品がディフェンスを少しあの運動量を上げてハードにスイッチしていって、そういった部分から出てるんですよね。でもそのハードなスイッチにそのターンオーバーが続いていたトヨタ防食がですね、トヨタ防食がターンオーバーを続けず、あのしっかりこう自分たちを取り戻してあの最後離したあの試合でしたね。野町選手が最後3ポイントを決めて試合終了76対72でトヨタ防食が勝利しました。バスケットライブ